平野紫耀、キンプリ振付師との再会ショット披露、本格指導に向け着々準備化。日本のエンターテインメント界において、キングプリンスへのメンバーとして大きな成功を収めた平野紫耀が、自身の新たなステップに向けて準備を進めていることが明らかになりました。株式会社。 トベに加入し、再び活動の幕を開けた平野紫耀が、SNS を通じてファッションとダンスに注力し、新たな才能を発揮している様子をご紹介します。2023年9月23日、平野紫耀は自身のインスタグラムアカウントを更新し、ファンたちに近況を報告しました。今年の7月にトベへの介入を発表してから、 平野の SNS アカウントは活気づき、彼の新たなステージへの着実な歩みが感じられます。特に、ラグジュアリーブランドを着用した写真が増え、ファッション誌、L ジャパンの11月号特別版で表紙を飾ることが発表されたことは、平野の本格的な活動再開への期待を高めています。この日のインスタグラム更新では、 ヒラの仕様はダンサーのリーハタトップの2ショット写真を公開し、リビングウィズリーハタというメッセージを添えました。この写真からは、お互いにリラックスした雰囲気が伝わり、再会を喜ぶ2人の様子がうかがえます。リーハタをとヒラの仕様には、キングプリンスへの楽曲、1番。 月読みなどで共にダンス振り付けを手掛けた縁があり、これにファンからは大きな注目が集まっています。また、平野と同時期に戸部に加入した三宅健やエイムップラが新曲を配信していることもあり、平野の今後の動向に対する期待が高まっています。活動再開への準備が着実に進行中。 平野紫仕様が飛べに加入し、自身の活動を再開することは、多くのファンにとって待ち望まれた瞬間でした。キングプリンスをとしての成功を収めた彼が、どのような新たな道を歩んでいくのか、多くの人々が注目していました。 そして、その注目に応えるかのように、平野は SNS を通じてファッションとダンスに焦点を当て、その成果をファンと共有しています。特に目を引くのは、ラグジュアリーブランドを着用した写真が増えたことです。これは、平野市耀がエンターテインメント界においてファッションの要素を強調していく意思を示しているものと考えられます。 彼のスタイリッシュなルックスと宣伝されたファッションセンスは多くのファッション愛好者にとってインスピレーションの源となっています。さらに、ファッション誌、エルジャパン、11月号特別版の表紙に登場することが発表されたことは、平野の活動再開への期待を一層高めました。 ファッション誌の表紙は日本国内外の多くの人々にとって注目の敵であり、平野紫洋がその一翼を担うことは彼の新たなキャリアにおいて重要なステップと言えるでしょう。リーハタトップの再会が話題に、インスタグラムで公開されたリーハタトップの2ショット写真はファンにとって嬉しいサプライズでした。 リーハダは、キングプリンスへの楽曲、一番、月読み、などのダンス振り付けを手掛け、平野耀と共に多くの舞台で躍動しました。そのため、ファンからは彼らの再会に対する喜びの声が多く寄せられました。この再会の背後には、渡米への加入という共通の新たなスタートがあります。三宅健やイムプオといった仲間たちも、 平野と同じタイミングで飛べに介入し、新たな音楽活動をスタートさせています。これにより、ファンは今後の共同プロジェクトやコラボレーションに期待を寄せており、平野のインスタグラム投稿に対する関心も高まっています。ファンからの反応。平野仕様のインスタグラム投稿には、ファンから多くの反応が寄せられています。 彼の活動再開に対する期待と興奮が感じられるコメントが数多く見られ、ファンコミュニティは再び活気づいています。以下は一部のファンからのコメントの一例です。平野市洋さんの活動、再開待ちに待った瞬間、です。これからの展開が楽しみで仕方ありません。リーハタとの再会、最高ですね。彼らのダンスはいつも素晴らしいです。 エルジャパンへの表紙になるなんて本当にすごいことです。おめでとうございます。トベの仲間たちとのコラボが楽しみです。これからも応援しています。ファンからのサポートとエールが平野仕様の新たなスタートを後押ししています。結論平野仕様が株式会社トベに加入してから彼の活動再開が本格的に進行していることが明らかになりました。 ファッションとダンスに焦点を当て、SNS を通じてファンと交流を深める彼の姿勢は多くの人々から支持されています。また、ダンサーのリンハタトッピの再会はファンにとって嬉しいサプライズであり、今後の展開に期待が高まっています。平野仕様の新たなキャリアに対するファンの期待は非常に高く、彼の今後の活動に注目が集まっています。 彼がエンターテインメント界で新たな成功を収める一歩を踏み出す日が待ち遠しいと言えるでしょう。踏み出す日が